朝ごはんを抜きがちな現代人に送る横立つ屋の紙芝居朝ごはん。登場人物はこちらの2人、デブオ君と痩せてる子ちゃんでございます。デブオ君と痩せてる子ちゃんはとっても仲良し。すいません、こちらが僕の画力の限界ですので、そこら辺ご了承ください、ね、今日も9時集合で元気に仲良く遊んでいます。ギュルルルルルル、僕もお腹が空いてきちゃったよ。まだ朝の9時過ぎよ。なんでこんな時間にお腹空くの。だって今日は朝ごはん食べてないから。朝ごはんを抜くなんてありえないわ。朝ごはんを食べると血糖値や体温が上昇し、脳や内臓の機能を高めて一日を元気に活動する準備が整うの。体全体の司令塔である脳はブドウ糖エネルギーにしてるの。だから朝からブドウ糖をしっかり摂取しないとね。ほら、あんたのその虚なベンチに見に来。朝ごはんを食べないからそんなに見苦しいのよ。とにかく朝ごはんには熱がいなる、体温になる、脳活性化し目を覚ます、体温を上げる、生活リズムを整える、集中力や記憶力の向上、これほどの役割があるということ、驚きだよね。私のお父さんも前まで朝ごはんを抜いていたんだけど、食べるようになってから仕事に集中できるようになったって言っていたわ。だから朝ごはんを食べずに一日を過ごすというのは、居酒屋で暮らす半分以上のお酒が残っているのに追加注文するのと同じぐらい恥ずかしい行為よ。二度と朝ごはん食べてないなんて抜かすんじゃねえぞ。うぐ、じゃあ朝ごはん何食べてきたんだよ。コップ一杯のお水、毎朝お水を飲んで毎日が元気よ。飯ちゃうやんけ。あ、ぶどうとえんねん、どこ行って。水なら俺も飲んできたわい。ね、とっても仲良しね、あっち向いて吠え入れて ね, ね, ね、そろそろお昼でお腹が空いたね。私の家でご馳走してあげるよ。これが お昼ご飯。そう、バナナスムージーよ。お昼にバナナスムージーを飲んで午後からも元気に遊ぼうね。うん、あー、お昼ご飯も食べたし眠たくなってきちゃったな。デブオ君、一緒にお昼寝しようよ。まだこんなに明るい時間なのに、なんでお昼寝なんかするの。全然眠くないよ。お昼寝反対。お昼寝したいなんてありえないわ。お昼寝にはストレスや疲労が軽減される効果が期待されてるの。次のフラグを見て、グリーンスムージーにするよ。緑の葉野菜はおひたしにせ。おひたし、おひたしということでね、皆さん、あの3食のご飯と睡眠はね、大事に毎日元気に過ごしましょう。以上、横立ちでした。